吉宗評判記暴れん坊将軍。江戸より36里、甲斐の国甲府はその昔武田信玄公の所領地として有名である。そしてこの辺りはかつては信玄公の開発した金山があり、その頃より幾世相を経た享保年間の今でも武田家の埋蔵金の伝説は生き続けていた。このところ、さしたる騒動もなく、巷は大変のようじゃの。御意。これもすべて上様の祭りごとのお腕前が優れているからでござりまする。はあ、徳川家盤石の御ためにも、何卒今後とも義名にお願いいたします。いや、そう言われると、ちょっと面早いの。祭りごとがうまくいってるとすれば、それはみんなの力であろう。上様。ただいま甲斐の国の甲府領内に放たれしそれがしの手の者からでございます。甲府代官を兼ねし蔵奉行の牧野監物に不審な動き多々あり候ところ、我らその内実を探らんと力尽くせどもついに果たせず、甲州の野面に朽ちるは無念にてする。半蔵、これはおそらく手の者が死の間際にしたためたものと。なんと、甲府といえば天領、六高三千石の甲府勤番支配が睨みを利かせているはずですが、はて領内の山深い代官所役人にどのような不審が。やれやれ、御府内が大平と思えば甲斐に鬼が徴領いたすようじゃな。上様、我ら直ちに甲府領内へ。手の者の骨を拾い、代官の不審を正してまいります。
越前殿、越前殿、越前殿はいずこじゃ。越前、おお、越前殿、上様を知らぬか。どこを探してもおられんのじゃが。はあ、いや、その実は。実は何じゃ。どこへ参られたのじゃ上様は。え、これまさか越前殿。実はそのまさかでして、甲斐国へお止めはいたしたのですが、例によって一度言い出されたら聞かれぬお方ゆえ、私成り代わりましてこの通り。これだから太れんのじゃわしゃ。無論だ、いささか野暮用ができてな。ここで旅先の無病息災のお札をもらい、無事を祈っていたところだ。それから頭のところへちょっと顔出そうかなと思ってたんだ。頭は今日はお行きの旦那氏に誘われて船遊びに行ってるんですよ。それは残念だな。いいかい新さん、生水生物、それからめったなものを口にしちゃいけないよ。大丈夫だ。無事に帰ってきてね新さん。おまっちゃん、そんな寂しい顔しないでさ、甲斐国ならすぐじゃないか。そうね。じゃあ行ってくるぞ。行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。兄さん、気をつけてね。早く帰ってきてね。内藤新宿の大木戸を踏み出すと、そこは甲州街道である。大仕を遂げたお庭番たちの謎を追って、鬼が出るか蛇が出るか、吉宗は江戸を後にしたのである。おとなしくするんでいい。手に出せよ手に。え、言うこと聞かないと片っ端から血祭りにあげるよ。ぶっ殺してやる。貴様たち押し込みか。引っ込んだろ、サピー。余計な口でつったあの容疑だよ。面白い。やるならやってみろ。出がせ。女、神妙にしろ。忘れないあんたの顔。この恨みは。あ、皆さん、何じゃ。
お酒一本。はい、ただいま。まだお着きにならんか。旅籠という旅籠を当たったのですが、それらしいお方は。野田尻のあたりまでつかず離れずだったのは、いかがなされたんだろうな。心配はいりません。きっとどこかで道草。だったらいいんだが。うわぁ、めっちゃ痛そうだ。俺も気になってるんだ。見たところ妊婦のようだが、この界隈にこれといった不審もないしな。どうこの土地のものじゃないようだな。どうしてあんなに景気がないのでしょう。おい、黒煙だ。ぼちぼち参るぞ。荒木様、そんな野暮はおっしゃらないでください。もう少し遊ばせてください。一日山の中にいると無性に人が恋しくなってね。行くぞ。やめしろ。また来るな。あ、それ。おい、早くせんか。たまたするな。さあ。さくんだ。どうもありがとうございました。侍は代官所のものだが、後の四人は雇われた流れ者。あの浪人もただ者ではないけど、後の三人は紛れもなく忍び、うん、どうします。何やつだその方。その身のこなし尋常のものではあるまい。公儀の手の者か。ならば何とする。うぬらこそご公儀直轄の地で何をしておる。お庭の者だな。貴様切れ。奴は生きては帰れぬ。また公儀の者が。間違いないのだな。それはご懸念には及ばぬ。人相風亭しかと見届けてあるゆえ、城下をくまなく探せばすぐに尻尾はつかめるはず。頼むぞ。領外へ一歩でも出したらわしの首は、いやあのお方にまで火の粉が。秘密を漏らすわけにはいかんのだ。あ、いらっしゃいませ。さあ、どうぞどうぞ。して、
その女の方は？うん、山猫のように素早い女でな。今頃宿役人に捕まっていればいいが。で、お前たちの方は城下で何か掴めたか？はあ、それがなあ、妙な人足どもが入り込んでおりまして。それに上様、流れ者の忍びや不定浪士の姿も。何？流れ者の忍び？狭い城下です。おそらく我らを草の根分けてもと探しているものと。大官所の連中に見つかると面倒ゆえ、我らはこれに。どうしたお園？いえ、大事ありません。あの人足どもはどうやら山の中で何かをやらされている様子で、我らはこれより山中深く入ろうかと。うん、心するのだぞ。なあ、新さん今頃何してるかな。のんびり堂島の湯にでも使ってんじゃないのかな。のんきだからな、新さんは。今頃は宿屋の年寄りかなんかと将棋でもさしてんじゃねえか。そうだね。でもさ、新さんあれでなかなか学問好きだからさ、土地の古文書や由来書読んで学問に励んでるかもしれないよ。いや、俺はそうは思えねえんだよね。ひょっとして今頃お開きなんかなってよ、街道筋を一文なしで騒がってんじゃないか。バカ言っちゃいけないよ。新さんに限ってそんなことあるはずないじゃないかね、おまっちゃん。そうよ。いや、新さんはな、どっかの茶店の綺麗な娘と仲良くなっちゃってよ、今頃のんびりと過ごしてんのよ。嘘よ、そんな人じゃないわ、新さん。いや、わかんないぞ。なんせおめえ、自由な旅の空だからめな。やっぱり一番なんか。何よ、もう許せないから。まだ残ってんだよ。新さんの悪口言うからだよ。新さん、お前の気持ちもわからんではないが、逆恨みよせ。あんたさえ余計なことしなきゃ、あの人は返しとくれよ、私のインスト。あの男は自業自得とはいえ、気の毒なことをしたと思っておる。お前もいつまでもあんなことをしていると、そのうち同じ定めだぞ。今まで何をしてきた？盗みにかっぱらいに脅し、人殺し以外のことは耐えてやってきたよ。それが何だってんだい。あんたみたいな人には分かんないだろうけどね、みんな生きるためなんだよ。手汚さなきゃ草っぱちまうんで。身寄りはいるのか？そんなもんいるわけないだろう。おにゃーっと生まれた時からたった一人だよ。お天道様あたりなんかに当たってくれないんで。だからちょっと俺を狙うようなことは考えるな。いいな。お上へ突き出さないのか。なぜさ、あんたの同情を受けるなんて真っ平だよ。同情なんかしやしない。今日のところは見逃してやろう。さあ行け。
これは大岡殿。ちと内密にてお話が。ほう。どのようなことじゃな。甲府代官牧野監物なる人物のことで。牧野監物。ほう。あの小普請組上がりの牧野か。キャツメがいかました。実はその牧野がかの地でよからぬことをいたしているという噂を耳にしましてな。大官職ご支配の勘定奉行立部殿にお尋ねすれば真偽がわかるかと思いまして。よからぬ噂とはどのようなことじゃ。はあ、噂はいろいろありまして、中でも武田家の隠し金にまつわることが気になりまして、牧野がそれを横流ししているような節が。何、隠し金じゃと。さよう。ただこれは噂ですので、どれほどの信憑性があるか否かは。どのようなところからそのような噂が出たか知らぬが、武田家の公金など今では夢物語じゃ。仮に新たな金脈が出たとすれば、即座にこのわしに報告があった。今頃は千代田のお城中大騒ぎじゃ。そんな事実もないし、牧野はお上に実直な忠義者じゃ。さようか。いや、これで安心いたしました。ではごめん。密かに調べてみたのですが、勘定奉行の立部総はかなりの金子を幕閣にばらまき、次なる栄達の道を狙っている節があり、それで甲府代官牧野とのつながりを推測してみたのですが、武田家の隠し金などというこちらの誘い水にこのような手応えを見せるとは思いもよりませんでした。まあ、この享保の世に甲斐に新しい金脈が出るとは、俺は信じがたいが、越前殿、そのようなただ中に身を投じて上様は大丈夫であろうかの。はあ。女、あの若侍。そうさ。間違いなく雲水と鳥追の女と密談を交わしていたのだな。大官所の役人に見つかるとまずいとか、草の根を分けても探されるとか、こそこそ話してたよ。手付殿、あやつを引っくくってもらおうか。わかりました。よう、捕まえたら拷問にかけるんだな。あいつ攻め殺してやってくれよな。恨みでもあるのか、あの男に。ああ、他の二人も見つかるといいね。何したんだ、奴ら。お前は知る必要はない。何をする。俺は狙われる覚えはないぞ。お前が公儀の手の者だということは分かっている。もう逃げられません。あれを見ろ。こやつか。その方、何を調べに参った。言いたくなければそれでよい。狙いは分かっておる。よし、仮牢へぶち込んどけ。お、はい。ご苦労であった。行け。
できんだ。いたな。どういうことだこれは。この女不始末をしたのだ。女長、お前と共に処刑だ。何をしたんだお前。よほど気性の荒い立つと見えるな。しかし皮肉なもんだな。お前が何をやったかは知らんが、憎んでいるこの俺と共に枕を並べて処刑される羽目になるとはな。誰が死なない屋台は。奴らは法外な賃金で雇われた候補だな。しかし甲州の金は江戸の初め頃に取れなくなったのでは。新しい鉱脈を見つけたのだ。我らの手の者が探し出せなかったのはこのことだ。しかしこれだけの規模だ。甲府代官の裁量だけでは。では牧野監物の上にさらに何人か。お前たち何をしてるんだ。それがあのお侍、何かの咎めがあって代官所の役人に捕まったそうですよ。もうご城下じゃその話で持ちきりでさ。物騒だね。上様を処刑に。はい、代官所の小物にそれとなく聞いたところでは、上様を密告したのは女の無宿者で、しかもその女も辞郎させられているそうです。そしてもう今日上様を処刑に。何ぞ殿。領内には木戸関所が設けられて、ありの這い出る隙もない。やがてその方の仲間も捕らえられるであろう。その方は一足先にあの世へ行くのだ。殺されてたまるかい。みんなに言いふらしてやる。あんたたちが隠し金を掘ってるってね。隠し金だと。そうさ、蔵の地下で金の精錬やってんだ。金山はどこにあるんだよ。江戸代官、どうするつもりだ。その方たちをつないで野ざらしにし、鷹や鳶の餌食にしてやる。まさに生きながらの処刑だ。冗談じゃないよ。こんな奴と一緒にされたまるかい。黙れ女。そう、連れて行け。殺してやる。殺して。よさんだ。
見張りは厳しい。領外には出られんはずだ。しかしこのままでは上様、何としても探し出せ。はい。すまんが。いらっしゃいませ。握り飯をもらえんか。はい。食べておかんと力がつかんぞ。俺はいいから食べろ。遠慮する柄か。うまいか。なんとかこの山伝いに領外出ねばいかんな。いたぞ。あそこだ。行くぞ。あんたいい人だ。そんな人をあたいったらバカ。あたいみなしごだったから、ちっちゃい頃から悪い道に入っちまって、人を信用することなんて。でもそんな時、あの与次郎だけがあたいによくしてくれたんだよ。それであたいずっとあの人にくっついてた。だからそんな大事な人を奪ったあんたが憎かった。でもこんなことになるなんて。ごめんね、お武家さん。いいんだ。さあ、いたぞ。撃て。危ない。在所は？あたい起きた。荒れ着を着せて捨てるときに、あたいの親が起きたって着物に身につけといたそうだよ。お武家さん、ごめんね。密告したという女の虫子者ですね。いや、
哀れな延べの花だ。俺の代わりに命の的になってくれた。上様、追手が来ます。急ぎましょう。上様、まだ遠くへ行ってない。探せ。上様、これはまさに宝の山ですね。ここで取った金を代官所で清廉していたのだ。上様、これを代官一人の仕業とお考えですか。いや、そうは思えん。この陰には必ず大立者がいるはずだ。その公儀の手の者、必ずや仕留め。生かして領内から出すでないぞ。明朝一番に山狩りをいたします。良質の鉱脈じゃ。誰にも知られずにもっと掘れ。わしが若年寄りの座を売るにはまだまだ金がいる。そのような金でのし上がった男にご政道は納められまい。貴様何者じゃ。俺は天下の風来坊、徳田新之助だ。何？上様。はあ。勘定奉行立部周防守ならびに甲府代官牧野監物、その方らが結託しての隠し金の着服、さらに名もなき花の命を奪ったのはこの吉宗、許しがたい。この場において成敗してくれる。おのれ、上様の名を語る不届き者、出会いで。Come on.
甲斐の国甲府領内に渦巻く邪悪を払って、今吉宗の心に去来するものは何であったろう。あ、新さんお帰り。新さん、新さんどこ。今帰ったぞ。わずかな日々ではあったが、留守にした江戸の町の気の置けない連中へのほのぼのとした懐かしさと、儚い命を散らせた道端の名もない花にも似た女への憐憫が、若い吉宗の心を駆け巡るのである。江戸へ向かうこと36里、甲州路は春の盛りである。しないさ、負けてたまるか、ぐっと睨むこの目に血がたぎる。吉宗評判記、暴れん坊将軍。財布を抜き取れ。物取りの仕業に見せかけるんだ。俺はこの家が綺麗で出てったんだ。二度と敷居はまたがねえ。お父っつぁん。一助さん、どうしたというんだ。なぜ元締めに線香の一本もあげないんだ。あんたの宝刀三昧、何か訳があると見た。一体何があるんだ。生じ続きの気が親に人足御用を任しておくわけにはまいらん。今日を限り御用は取り消しといたす。他がためのお役行、どうぞお楽しみに。